ママ・ドゥサコーは、フランスの首都、パリ出身のサッカー選手。リーグアンモン・ペリー HSC 所属。ポジションはディフェンダー。セネガルにルーツを持つ。2002年、パリ・サンジェルマン FC の下部組織に入団する。2007年2月14日の UEFA カップ、エック・アテネ戦で17歳で、プロデビューを果たし、10月20日のバランシェンヌ FC 戦で、キャプテンマークをつけて、 リーグアンデビューを果たす。2009から10シーズンからレギュラーに定着し、自身最多の32試合に出場すると、2010から11シーズンには31試合に出場し、自身最多の4得点を記録。リーグアン年間最優秀若手選手とベスト11に選出された。しかし、クロード・マケルレに代わって首相に就任した2011から12シーズンはディエゴルガーの ミラン・ビシバツなど大型補強の煽りを受け、さらに冬のカルロ・アンチェロッティの新監督就任とアレックス加入、さらには自身のコンディション不良によって出場機会が減少。新シーズンにはクリストフ・ジャルに首相の座を譲った。2012から13シーズンはさらにシアゴシウバが加入し、出場機会は限られたものとなった。 2012から13シーズン終了後、マルキーニョス加入もあり、移籍を志願。2013年9月1日、リバプール FC 移籍が決定。2016年4月23日、リバプール公式サイトにて、同年3月17日に行われた UEFA、ヨーロッパリーグ決勝トーナメント2回戦、マンチェスターユナイテッド FC 戦で、 禁止薬物が検出されたことにより UEFA のドーピング検査をクリアできなかったことが明かされた。UEFA から暫定的に30日間の出場停止処分を受けたが、その後の再検査で陽性ではあったものの、禁止薬物ではなかったことが判明し、処分は解除された。2016から17シーズンに向けたプレシーズン中に、負傷中であった佐藤は、 チームの集合に3回遅刻し、これによりクロップ監督の怒りを買い、英国に強制送還された。これを受けこのシーズンは、トップチームでの出場機会はなく、リザーブチーム行きを命じられた。2017年1月31日、クリスタルパレス FC にレンタル移籍し、2月25日のミドルズブラ、FC 戦でデビュー。この試合で、チームの無失点に貢献すると、 プレミアリーグの月間最優先手にもノミネートされ、3月にはチーム内の最優秀選手に選ばれた。その後も、チェルシー FC 戦やアーセナル FC 戦の勝利にも貢献した。2021年7月27日、モンペリエ HSC と3年契約を結んだ。U-17 フランス代表として UEFA、U-17 欧州選手権2007。 FIFAU-17 ワールドカップに出場。南アフリカワールドカップ後に就任したローラン・ブラン監督の下2010年9月4日の UEFA ユーロ2012予選ベラルーシ戦で A 代表に初招集され、11月17日イングランド代表戦で初出場した。2011年に入ると代表にも定着するように、 なったが、前日の出場機会減少もあって2012年は一時的に代表から遠ざかりユーロ2012のメンバーからも外れた。ユーロ2012の後に、ディディエデシアン監督が就任すると、再び代表に招集されるようになった。2013年11月19日のワールドカップ予選プレイオフ、ウクライナ代表戦で代表初得点となる。 先制ゴールを挙げ、さらに決勝ゴールとなる3点目も決めて、フランスのブラジルワールドカップ出場に貢献。本大会でも代表メンバー入りし、主力としてプレーした。2018年のロシアワールドカップでは、予備登録メンバー11人の1人に選ばれるに、止まり、大会出場はならなかった。ありがとうございます。